こんにちは。漢詩を読んでみませんか？浜中ひとしでーす。9月開日の作という題するですね、連作4首のですね、詩を紹介していますが、もうですね、ついでなので、第3首ですね、これが4つ目の、第3首、これです。4首全部紹介することになりますが、今回もそれを紹介したいと思います。9月開日の作、4首の3、ね。まあ、いつも言うようにですね、まずこれ、上4下3で切れて、上4は22で切れる。これ機械的です。で、これ、寄せる、恩人ですね、ここでね。6、6、うろこ。これね。教数ね、聞く月というのは麹のこと、どっちも麹で、これですね。で、酔う、売れう人。まあ、これは、憂いのある人を酔わすということでしょうね。と、返してこういうふうに、とりあえずします。それで、ですね、見ていきましょうか。近所、これ生徒のことですね。陸遊は生徒で、何年か滞在したことがあるんですね。だからまあ友人も多い、ね。でもそれからまあ何年か経っているですね。もう音信不通になっているんでしょうね。誰か共に、誰か共にいいですね。恩人を予選と。ですから、ですね。まあ、生徒の人、誰が、私にですね、手紙を、ね、送ってこようか、もう誰もいなくなったというですね、まあ、寂しさをね、語っています。望み、立つ。秋光六六輪。秋光の、かな、六六輪。この六六輪というのは、これ、恋ですね。恋、離魚ですね。恋で、恋のことをですね、手紙を運ぶもの、癌とか恋は手紙の代名詞なんですね。ですから、ですね、もうですね、手紙は運ぶ、寄せてくることもですね、なくなってしまったんだなぁ、とですね。まあ、ですから、まあ、恩人を寄せるということがもうね、なくなった、ですね。いう連絡も何もなくなってしまった寂しいものだなという、そういうことが、2句で、紹介されています。懐かしい自分がですね、ちわき2句踊ったですね、楽しい思い出のある生徒ですね、友達も多かったんだけれども、もうね、何年も経ってしまうと誰がですね、手紙を寄せてこようか、もう手紙を運ぶ、恋もですね、自分のですね、希望を叶えてくれないということですね。それが、ですね、1句目と2句目ですね。ね。そして、まさに、まあ、その寂しいですね、思いをどうするかというと、家を傾け。家を傾け。聞く月、これね、聞く月を強制、閉めば つまり酒をですね、家を傾けること、まあね、米で作りますから、食べ物をもう酒に変えるということだから、まあですね、まあ、家を傾けるほどですね、酒を作って、ですね、
るとすれば、定めて、知らん。定めて知らん。こういうことがわかるだろうというね。で、この解という字は、ですね、多分この意味と一緒と思うんですね、これね。できないというかね。不快で不能と一緒だと思いますね。あたわつと。ですね。読んだらいいと思う。解説。ですね。あたわつ。ですね。で、囚人を、ですね。囚人を、弱しむ、あたわつと。あたわずと、ね。ということがわかるだろうということですね。ですから、家を傾けるほどですね、酒を作って、飲ましても、ですね、その、ね、辛い思いを持った、ですね、まあ、これ自分でしょうね。自分を酔わせて、忘れさせることは、ですね、なくすことはできないんだと。ですね、きっとわかるだろうということで、まあ、この憂いが、非常に大きいということが、ですね、まあ、だから、死ねばより、死、まさに死むるもぐらいの方がいいかな。ね、そういうことをしても、ですね、きっと自分を酔わせて忘れさせるようなことはできないんだ。いうことがわかるだろうと、いうことで、ですね、終えています。これもまた、ですね、悲しいですね、心の内を述べて、その悲しいものは何かというのは書かれていませんが、まあ、ここからはですね、まあ、当時ですね、の仲間がもう、ね、まあ、自分にですね、連絡しなくなったということは、まあ、ね、まあ、亡くなっていっているということだろうと思うんですけども、そういう思い。そして、その生徒の人らと何を話したかと、言うと、やっぱりですね、天下国家のことですね、南宋の王朝の行く末のことですね、金と、ね、一線交えてですね、領土を回復しようと、そういうふうな思いがあったんだろうと思うんですが、そういうこともですね、少数派となってしまったなということにつながるんだろうかなとは思いますね。はい、ですね、多いんですけども、これは上表11神の陰に属すですね、神ですね、それから林ですね、そしてこれも神です ね、 ね、が陰を踏んでます。そして、ですね、標速ですけども、チョン、イ、イン、ドゥアン、ジアン、リュ、シ、ジア、チューって一声なんですけども、これ、キク、腹つちきの日章ですね。知、知恵、これが、何々できるという意味の、に使う場合ですね。脳はこれ、表性なんですね。ですから脳が使えないですね。脳に当たる、脳に変わる、ですね、できるという意味の、字として、この解が使われると。よくあることです。で、ちょうと。いうことで、西不動二六対年俸もちゃんとですね、できています。まあそういうふうに作ってるんですからね。はい、ということで、ですね、まあ友、こう音信がなくなった、ですね、いう寂しさ、ですね、そしてさらには、ですね、自分の昔からの主張をする、ね、賛同してくれる人も、ほとんどいなくなったというですね、そういう寂しさもですね、ここには、表現されているんだろうと思います。
最後に北京語で朗読しましょう。九月会日作四首三四首之三陆游锦城谁与寄阴沉万段秋江六六林正是亲家宫屈孽定之不解最愁人锦城谁与寄阴沉万段秋江六六林正是亲家宫屈孽定之不解最愁人というですね。まあ、秋は寂しい冬になっていくですね。いうことなんですが、まあ、そういう寂しさですね。が、ですね、ここにもですね、そういう、まあ、気分になってしまうというですね、詩だろうと思いますですね。まあ、ね、割り切れない思いというものが詩になっていくんだと、いうことだろうと思います。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。